澄んだ空気、耳に心地よい小鳥のさえずり、とても気持ちのいい朝ですね。そしてそれに負けないくらいに気持ちよく、恵美明の食卓をにぎわすおかずの品々、完璧です。ではいただきます。まずいです。あれ、そんなバカな、やっぱりまずい。あれ、セーバーさん食べないんですか？今日のひつまぶしご飯はちょっと自信作なんですけど。このどす黒いご飯はひつまぶし？そもそもひつまぶしはうなぎです。惜しいですが、これはアナゴだ。そう？普通に美味しいけど。このカニ玉はどう？カニが見事に味を引き立てているわよ。まるでタイガが作ったような、このお好み焼きもどきがカニ玉。しかもこれはカニではなくカニカマです。なんだセイバー、食通みたいなこと言うな。じゃあこのキクラゲはどうだ？歯ごたえがあって美味しいぞ。それはクラゲです。もう名前しか似ていない。そもそもどうやって仕入れてきたのか。この手いたらくならぬ食たらく、一体どうしたというんです。みんなおかしいと思わないのですか？うん、おかしいのはセイバーの方じゃないのか？そうよね。他の3人が美味しく食べてて1人だけまずいって言うなら、確率的に間違ってるのはセイバーの方よね。ひどいです。シロ、リンもサクラも今日の食事も。髪がミニスカートが。いや待て待て待て、落ち着けセイバー、不応結果よしまえ。わかりました、シロ。これは何か魔術の仕業に違いありません。魔力抵抗の強い私だけがこの魔術にかからなかったのです。待っていてください、シロ。壊滅的なダメージを受ける前に、私がこの事件を解決してみせます。そして、再び美味しいご飯をこの口に。すでに部屋が壊滅的なダメージを受けてるんだが。第1話、長い階段イコールカロリー消費。魔術、そう、魔術とくれば一番怪しいのはここですね。待っていなさい、竜道寺の魔女、あなたの企みもここまでです。そのような殺気をまき散らす者をこの門から先にやるわけにはいかぬな。時計アサシン、あなたのマスターが四郎たちの料理スキルと味覚を奪ったのは明白だ。ふん、あの目狐が料理上手になったなど聞いたことがないな。稀に私に差し入れてくれるものは相変わらずあれだしな。それはあなたに対してだからでは。多分総一郎にはちゃんとしたものを出しているはずです。否定ができないのが悲しいな。だがそれでも我が主には違いない。やはりここを通すわけにはいかぬな。どうしてもどきませんか？栄養補給してない状態ですが、仕方ないですね。違います。見事。
見ましたか。食べ物の恨みは恐ろしいのです。私は食い意地に負けたのか。さあ見ていたのでしょう。キャスター出てきたらどうです。まったく役に立たない門番ね。第2話、腹が減れば何でも。出てきましたね元凶。誰が元凶よ。誰が。まったく。はっきり言っておきますけど、私は今回何にもしてないわよ。わかった。わかったなら帰りなさいな。嘘です、この嘘つき魔女。嘘つき魔女。 なぜ言われないことでここまで。それは普段の行いが悪いからであろうよ。うん、もうやってられないわ。そっちがその気ならいいわよ。あなたを痛い目に合わせて、それで着せ替えして楽しむわ。果たしてあなたでセイバーである私に勝てるでしょうか。そういえばそうだったわ。急だったから何の罠も用意できてない。案ずるな、私がいる。無益な戦いだが、妻の危機なら仕方あるまい。総一郎様、いつの間に。って、総一郎様、その今の言葉をもう一度。うん、妻の危機なら仕方ないか。ああ、もう一度。妻の危機なら仕方ない。ああ、もう一度だけ。プリーズ、ワンスモア。むしろエターナル。もう始めていいですか。終わりですか。さあ私の勝ちです。早くシロウたちにかけた魔術を解除してください。だから私はしてないわよ。嘘だと思うならこれを食べてみなさい。さっき作った自信作の煮物よ。誤解を解かせるために自信作のものを出すのはどうなのだ。いただきましょう。戦闘後でちょうど空腹だったのです。はっ、うん、勘違いでした。キャスター、あなたは潔白です。大変申し訳ありません。ではお邪魔しました。これはこれで納得できないのね。すまんなセイバー。なんで謝るんですか。そういちろ昼間の忍者。一番の当てが外れました。これからどうしましょうか。どうしましたセイバー殿。わっ、武士道じゃない方のアサシン、あなたこそここで何を。何ですかその区別の仕方。まあいいですけど、私はほら魔術師殿に頼まれて昼食の買い物を。あなたが白昼堂々と買い物とは、その怪しまれないんですか。ああ最近は冬騎士も外国人が増えてきましたから、私もそうそう怪しまれませんよ。外国人だからとかそういうのとは全然別次元な気が。怪しい風邸で
わざわざ昼間に買い物、しかも昼食の用意ですって。それが指し示すところはすなわち彼とマスターの魔刀造形は怪しい。食事つながりで犯人はあなたたちだ。何がですか。覚悟が違います。いきなりひどいですよセイバー殿。いけないのはあなたたちですよ。自分たちだけおいしいご飯を作って食べようなどと。きっとこの買い物袋の中においしいご飯を作るための食材がって、あれ？チンして温めるだけのお粥とカップ春雨、レトルト食品ばかり。さっきから一体何の話です？無言で消えなすった。第4話、頼りたくない足長おじさん。危なかったです。もう少しでご老体の貴重な栄養源を断つところでした。しかしさっきから空腹なせいか気が立ってしょうがありません。自重しなければ。こういう時こそ冷静に、冷静に。ん？そこにいるのはセイバー。セイバーではないか。おーい、セイバー、俺だぞ。ん？どうした？なぜ黙っている？いや、寡黙なお前も素敵だぞ。黙っているだけで絵になるとはこのことだな。さあ、このまま二人で温泉旅館に一泊でもしようではないか。ん？どうだ？無言は OK と捉えてよいか？よいのだな。ん？どうしたセイバー？がガッシュ。そうか、ギルガメッシュ、あなたが好きと言いたいのだな。ガオ！どうしたセイバー。覚悟が違います。
あまりの鬱陶しさに思わず我を。大丈夫ですか、英雄王。ダメですね。とても話を聞ける状態じゃありません。仕方ない。もう一人の話の分かりそうな相方の方へ行くとしましょう。しかし、ここからは遠いですね。第5話、相方。というわけで、わざわざここまで来ました。相方って俺かよ！単刀直入にあなたに問う。あなたのマスターが犯人ですか？知らねえよそんなこと。それに俺はもうあいつらとは何の関係もねえんだよ。そうやってみな、最初は知らないふりをする。ですが、問いただせば白黒ははっきりしています。結局白なのですが。白なのかよ。ですが、ここまで白続きなんですから、そろそろ当たりがあっても。それにも怪しいのはあなたのマスターしか残っていません。まああいつらならやりそうではあるがな。ほら見なさい。さあ、マスターの居場所を白状していただきましょうか。しないのならこちらも実力行使を。いや、もう面倒なので実力行使で行きます。ちょっと待て。なりました。ふう、私の勝ちですね。さあほら、早くマスターの居場所を教えなさい。あのな、そもそも俺はあいつらが今どこにいるか全然知らねえんだよ。もうお腹が空いてもうダメです。もう動けません。仕方ねえな。ほら、これでも食ってまた頑張れ。ありがとうございます。いただきます。とても美味しいです。ランさん、あなたには料理の才能もあったのですね。そりゃよかったな。つっても別に俺が作ったわけじゃねえよ。それ作ったの虎の姉ちゃんだぜ。なんか昨日突然料理の才能に目覚めたとか言ってよ、いつもの俺ですっつってそれを置いてったぞ。それです、犯人はタイガです。そういえばすっかり忘れていましたが、タイガがトラ聖杯がどうのと。まさかそれの仕業。お前なんで一番怪しいのを忘れてるんだ。言ってたら聖杯への入り口がこんなところに。待ってなさいタイガー。なんだかいろいろ適当だなおい。第6話、ガオーン。ここがトラ聖杯のありかか。出てきなさいタイガー。いるのは分かってるんです。なんでセイバーちゃんがいるの？
とりあえずチュワース。軽いです。仮にも黒幕なんですから、もっとこう、なんとか。よく来たわね、セーバーちゃん。そう、世間で噂の謎のマスクドタイガーと私のことよ。シローたちがおかしくなったのはタイガーのせいですよね。シローたちを元に戻してください。ああ、なるほど、それでここへ来たのね。そうね、仕方ないわ。被害者であるセーバーちゃんには真実を教えてあげましょう。シローに美味しい料理をちょちょいと作って見返してやりたかったのよ。は？そんなことのために私のライフワークを奪ったのですか？では早くそれを済まして元に戻してください。それがね、なんか聖杯が変な風に作用してシローたちの味覚がおかしくなっちゃってさ、普通の味を受け付けなくなっちゃったんだよね。もうほんと、どうしようかなって思ってたところなのよ。どうするんですか。このままではシローのご飯が。トラ聖杯を壊せば元に戻るんだろうけど、でも今はまだいろいろあって壊すわけにはいかないのよね。これが、マジマジ、嘘！X！ わー、たまたま、セーバーちゃん、かんなよ！違います。食に対する一途なまでの思い、セバちゃん、恐ろしい子。平和なご飯を取り戻すためであれば、私は無慈悲な鬼にも冷酷な王にもなります。もう、まだよ、まだ負けたわけじゃないわ。なんだってこっちには対セーバーちゃん用秘密最終兵器があるんだから。私が来るのを予想していなかったのに、なぜ対私用秘密最終兵器が。ブーブー、小さいことにツッコミはなしよ。それいでよ、トラトラトラトン、トラトラトラントー。これはまさか。そんな、これこそがトラ聖杯の力。セーバーちゃんをそっくりそのまま作り出す。もうこれは五大魔法並みの力で。そして明日からしばらくエミヤ家の食卓にはそのセーバーライオンちゃんがいることになるわ。なるほど、トラ聖杯が重大な欠陥を抱えているのはよくわかりました。そしてもう一つわかりました。こんなエセ聖杯は今すぐにでも壊すべきだと。ガオガオーン、来なさいセイバーライオン、最後の勝負です。
語が違います。さようなら、セーバーライオン。そんな、最強のセーバーライオンちゃんが、こうなったら次は、メタルセーバーを。もうやめましょう、タイガ。このままトラ聖杯を壊して、元の日常へ戻りましょう。まだダメよ。まだ一回もシローにご飯食べさせてないもの。せめて一回だけ、一回、ね。ダメです。こんな物騒なものは、すぐ破壊すべきです。お礼に3時のおやつと夜9時のデザート、あと夜食もつけるわ。どう？おやつにデザートに夜食ですか？そう、おやつにデザートに夜食よ。セーバーちゃん食べたいでしょ。今の私の腕ならお茶の子さいさいよ。エクスカリバー。ああ。これでよかったのです。ああ、ミミです。これです。このために生きてます。そうね、やっぱりご飯は自分で作るより作ってもらうのが一番ね。楽だし、この年でそのことに気づくなんて。私もまだまだ少女ってことね。そうです、その通りです。3時のおやつに夜9時のデザートと夜食付きは少々もったいなかったですけどね。ん？なんか言ったか、セーバー。え？いえ、何でもありません。そんなことよりシロ、おかわりお願いします。ガオガオーン。は？ガオ？ガオ？ガオ？なんですって？